ラーガルフリョウトのヘビとは、アイスランドのエイルス・スタジルのラーガルフリョウトに存在するとされる伝説の怪物。1345年に、ラーガルフリョウトで、セリューのような、不思議なものの目撃されたという、中世の年代記の記載を書出とする。さらには、同地のオロチについて、16世紀末の世界地図、17世紀の奇跡集。 17世紀の死に言及が見られる。1749,1750年の目撃談も記録されており、20世紀、21世紀にも目撃が報道されている。ラーガルフリョウートの蛇の民話では、ヒースの蛇を黄金と一緒に育てると怪物となる伝説が語られる。スコルラダルスバトンこのアザラシ頭の怪獣についても、 1863年に、英語の書物で発表され、ラーガルフリョウトの蛇の書類と比較、統一しされている。ラーガルフリョウトルムリンという表記も見られるが、こうした語形は基地型と呼ばれ、高知定冠詞のついた形であって、ラーガルフリョウツオルムルが定冠詞をつけない、通常の語形となる。オルムルは、英語のワームと同言語で大蛇や、 虫を意味する。蛇のような姿をしており、ラーガル不良トでしばしば目撃されているが、海面より低い氷河地域の淡水に生息するため非常に可視性は低い。その大きさはサッカーのフィールドよりも長く、水の外の木に巻きついているとも報告されている。時々その体調は、 湖自体と同じ3 0トルであるとも伝えられる。例えばネッシーのように姿形が統一されておらず、たくさんの姿形の種類がある、レイクモンスターである。この怪物は、1963年にアイスランドの国際森林警備隊に目撃され、1998年には、学校の教師と生徒たちに目撃されている。 1983年には、固定に設置された電話ケーブルが破損していることが見つかったことがあった。ねじらないように設計されたケーブルが、いくつかの場所に巻きついており、22カ所においてひどく破損していた。口でくわえたのでなければ、私は、怪物がこのケーブルを腹で引っ張ったと思う。1999年に、湖の観光業振興のため、 この目撃されたという怪物は、ラーガルフリョウトルムリンと名付けられ、文化的及び観光旅行目的のために、ラーガルフリョートのアームの伝統を持続させようと、試みられている。2012年2月に、アイスランド国営放送は、雪に覆われた水に浮かぶラーガルフリョートアームと思われるビデオを発表した。 しかしフィンランド在住の研究者に解析によれば、対象物体は実際には前進しておらず、目の錯覚でそう見えるだけである。これは凍りついた低地網の現象に似ているという。にもかかわらず、アイスランドの調査委員は、氷結により、僅差で本物のビデオと認定しており、報奨金が払い出されている。 これについてはあからさまに馬観光誘致を意図した行為だとの批判も出ている。この怪物の最古の伝承はアイスランド年代記の1345年付の記載だとされる。ただし、その原文では脅威なるものとするのみで具体的にオロチや竜だとはしていない。ラーガルフリョートで目撃されたものは海面に浮く島のようでもあり、セリュのようでもあったが、 コブとコブの間隔は何百ファゾムもあったしかし頭部や尻尾は確認できなかった。年代記類にはこの年以降にもしばしばラーガルフリオートの会議の記載が見られる。アブラハム・オルテリウスが出版したアイスランド地図1585年のアブラハム・オルテリウスのアイルランド地図上に描かれたラーガルフリオートにはこの湖には オロチが出現し住民を脅かす。現れる時は、画期的な事件が起こる前触れであると、吹きされている。メルカトルによる1595年の地図も簡潔に、そのオロチに触れている。オッドゥル・エーナルスソン主教のアイスランド宗主もラーガルフリオートの怪物に触れており、おそらくオロチを指しているものとされる。スカールホルト主教、ギースリオッドソンが表した。 アイスランドの奇跡についての第6章にもラーガルフ領土側で目撃されるというオロチについての言及がある。ノルウェー語を借りればそれは砂浜の蛇と呼称される怪物であると記されている。その体のクネリがいくつあったかについては1、2、あるいは3つと意見が分かれていたとされる。 また川の氾濫を引き起こし、その時は大地も家屋も大いに揺れたという。ヨーンアウルトナソンが採集した民は、ラーガルフ領との蛇によると、それは、もともとは、小さな、荒野の蛇であった。しかしこれは、カタツムリの一種の別名と解説されており、正確には、コーラクロナメクジにあたる。コーラクロナメクジ。 俗名を、荒野の蛇と言い、黄金を抱かせて育てると、ラーガルフリオットのおろちに返事だと民話に伝わる。ある少女が、母親からもらった黄金の指輪をこのヒースの蛇の下に置き、バスケットの中で飼っていた。そうすれば黄金が増やせると教わったからである。だが、 ヘビはそのうち容器が鉢切れんばかりに育ち、少女は怖くなって、指輪とヘビを放棄し子に投げ入れた。ヘビは成長し続け、毒を吐き人々や動物を殺し、田園地帯の脅威となった。大事に呼ばれた二人のフィンランド人は、なんとか、頭と尾を固定に縛り付けて、人的被害は出ぬようにしたが、より厄介な怪物がもう一匹下にいたために殺す。 ことも、黄金の回収も諦めざるを得なかった。その後も、このヒースの蛇が目撃されれば悪季節の到来や、牧草が育たない害の予兆だとされた。このオロチの物語は、北欧神話の水ガルズオロチ、フェンリルオオカミ、及び、グニタヘイズに居住し黄金を守るリューファーブニルなどの、話祖から派生しているという意見もある。 また、ラグナル・ロズブロークの佐賀に登場する黄金と共に巨大化する竜との掃除も指摘される。このヒースの蛇を黄金と一緒に育てると巨大化してしまったという言い伝えはアイルランドの他の水域にも結びつけられている。すなわちスコルラダルスバトン湖、クレーバルバトン湖、クビート川、スカフタウ川等である。黄金に居座るオロチ、ドクエイ。 不思議な巨大アザラシがラーガルフ領土に出現するという話が、ある漁師について書かれた17世紀の解逆詩、レンクフォートルのリーマに盛り込まれている。バロック文学詩人、ステファウン・オーラフソンの作である。黄金を守るオロチは、このリーマ氏によれば1にシングマンレーズの長さがあったが、これは 20km 弱に相当する距離である。 ヨーン・アウルトナソンも、このエイとアザラシについて、民間伝承として説明しているが、エイは、指で触れただけで死に至る猛毒で、魔法師を唱えて自由に動けぬよう拘束されていたという。他の資料によれば、エイは、9つの王を持つとされていた。アザラシは、まるで枝のような、不思議な毛が頭より生えていた。これも、やはり人通力ある詩人によって、 住処の滝に封じられたとされる。背中にコブ一つある怪物が1749,750年にラーガルフリオートで目撃されている。これは年代記に記録されたコブのついた生物と同等であろうという見解をセーバイン・ベアリンググールドが示している。近年では 英国のドラゴン伝承の研究で知られる、ジャクリーヌ・シンプソンも、ラーガルフ・リョウトの水蛇と同様と見ている。スコルラダルス・バトン湖で目撃されたという怪物のスケッチ。ベアリング・グールドの著書によれば、全長約46フィートの怪獣が、スコルラダルス・バトン湖に浮上するのを、少なくとも3人の農夫が目撃している。その頭は、アザラシのようで、やがて一つ。 二つとコブを表した。目撃者の一人がその怪物の素描を残しており、そのスケッチの模写も合わせて同書に発表されている。これも、やはり、年代記に記録された生物と共通点が多いと、著者は意見している。コノルド語スクリムスルは、現代アイスランド語のスクライムズリーに相当し、怪物全般を意味するが、 ドイツのコンラートマウラのアイスランド伝承集においては、特に、海や湖の怪物の意味として使われている。ヨー・アウルトナソンが採集した民話でも、ラーガルフ領とのオロチは、その存在を信じない者も,もおり、水泡の塊が水面を流れるのを見誤った、だけだと説明されている、と述べられている。固定から枠ガスは氷に穴を開けるが、 そうしたメタンの大きな気泡が怪物と誤認されたとも考えられる。また、ガスが沈殿物を水面に浮上させることもあれば、気泡は周りの大気と光学的性質が違うので光のいたずらを生じさせ、目の錯覚を引き起こすことも考えられる。また山肌や周りの森林からの漂流物が集まって絡み合い、 怪物のような形を作ることもあり得る。ただ、湖の生態に詳しい生物学者、ヘルギ・ハトルグリームスソンは、目撃例のいくつかはこれらのように、自然現象として説明できるものもあるが、それらでは、説明がつかないものもあると意見している。ありがとうございます。